こういうフェルトを縫ったものですに、ね、フォークがついてます。でそれにこうパチンとはめてどんどん伸ばしていったり、こうここの色を変えたり、こう模様を楽しんだり、あとはこう細長くして丸くすることもできますね。こういうのをよく腕輪にしたりとか、これを次々とこうつなげていって輪にしたりとかっていういろんな遊び方をしてます。でこれを間にこういうものを入れてくるりと包んだりっていうこともしていますね。こういう遊びもしたりします。これは壁掛けですが、こうやって壁に掛けてあります。ボタンを外すとお父さんお母さんの顔が出てくる、そしてまた閉めるっていうふうに遊んだり、それからこちらはここを押すと開く、こういう遊びですね。ここをパチンと入れる、押すと開く、そして車が出てくるっていう遊びですね。でこれで指先のいろいろな機能が、でこちらは先ほどの同じですけど、あのフォックがついていてリンゴの木が出てくる、フォックを止める。でこちらはあのマジックテープですね。マジックテープをはめたり外したり、そうするとニョロ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 ヘビが出てきたね。でこちらが一番難しいですね。これは紐を結ばなくてはできないので、これが一番、ま、あのこの中では一番高度ですね。こうやって紐を外すとお魚が出てきて、あぶくがブクブクで締めると紐を結ぶということをするんですけど、これはなかなかちょっと難しい、なかなかできないかもしれないですね。あとフォックはこういうものもありますね。手作りです全部ね。こういうあのブドウを作ってあって、ブドウを一つ一つフォックになってますから、これをはめる、外す、はめるっていうのも、これも一つの遊びですね。それと、まあ、先ほどもありましたけど、これお魚だ。お魚のこれはボタンをはめます。で次のお魚の尻尾にボタンをはめるとつながります。でまたこっちにもつながります。こうやってどん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 お魚がつながっていく。ボタンをはめる、外すですね。これはね、これが遊びでやっているとお洋服も脱いだり着たりが上手になってきます。あのお箸を持つ時の手の器用さっていうのは、こういう遊びをすることによって器用さが出てきます。だから指先でボタンをつまんで入れて出すっていうことも遊びの中でやっていくと、お洋服で最初からやってるとイライラしますね、できないと。でもこういう遊びの中でやってて、だんだんそれが上手になってお洋服が着れるようになるっていう方が、あのまあ並行してやりますけども、で自分で自分のお洋服着れたり脱げたりするとやっぱり喜びですね、できたという喜びがありますので。